トップの飯田選手素晴らしい。彼女はパサつきが悩みでしたが、今回はスルッとまとまって見事です。ええ、潤いのペースが落ちていません。持続型潤い処方の新水分ヘアパックに変えた成果ですね。はい、潤いが持続しています。